はい、こんにちは。ミシンフミのバラッド、リョウジーです。ついに登録1000人いきました。イエーイ。やりましたね、ついに。去年の6月のね末から始めて7ヶ月でやっと1000人ですね。成長スピードとしてはそんな速くないと思うんですけど、まあ、やってるジャンルからしたらまあまあなんじゃないかなと思います。あのね、もっと行く人はもう1ヶ月で1000人とか2000人とかね、もっと行く人は行くし、ちょっと前に1000人行ったらプレゼント企画でもやろうかなと言ってたんで、とりあえず今手持ちでプレゼントにできるもんがあんまなくて、なんかねステッカーでもプレゼントしようかなと思って、まずちょっと光っちゃって見えないかな、これはね、ですね、ポルシェのこうキー、イグニッションキーのところの周りのカバーから一応採寸して撮ってる、イグニッションステッカーです。うちの、屋号のラズルダズルって入ってるやつ、この手前側にあるね、黒地に赤文字と、こっち側透明に、黒文字赤文字、これ3枚1セットで、10個あるんで10名様プレゼントなんで、言ってもらえれば送ります、郵送するんで。コメントじゃダメか、メール概要欄のブログとかからメールで飛んで欲しい人いたらね、言ってくれれば送ります。ミッション移設してこうダッシュにね変わってる人とか、まあバイクのキー移設してなんかオイルタンクの辺についてるとか、タンクにはつかないか電装ボックスですね、電装ボックスにこうキー移設してる人とかなんか使ってもらったら、まあ適当になんか使ってください。ゴーナツ型で、ここの真ん中はね穴開いてるんで、ここにまあキーホールがね来るっていうやつです。あのサイズなんかも後で概要欄に貼っておきます。次がこの貼るやついないっしょ。ミシン踏みのバラッドステッカーで、黒字もあります。これのこうでかいやつは僕車に貼ってるんですけど、5枚ずつあるんで、黒白2枚1セットで 5名までいけますんで、まあ、先着順で応募言ってもらえれば郵送でね送りますんで、一つよろしくお願いします。長かったね1000人って思ったんですけどね、 YouTube は、まあ、今までやった中でねいろいろありますけど、 Facebook、Instagram、 まあ Instagram は今もいるんですけど、まあもっと前だとミクシーとかねありますけど、まあ YouTube すげえ難しいっすね本当に。やっと最近なんかまあ登録がね、登録人数が増えていくと再生回数もまあまあそこそこ勝手に伸びるんですけど、最初のうちは本当にね1日2人とか再生、チャンネル登録もされないし心折れそうになりましたけど、増えてくるとねいいですね。で YouTube まあ始めた当初はこの広告収入が入ってね、なんかウハウハしてる人が割と目立つじゃないですか YouTube って、おマジかって思ったこともありましたけど、やっていくうちに YouTube ってねやっぱね広告収入云々よりも宣伝ツールとしてものすごく優秀だなと思って、Instagram はねもう何年前、7年近く前からやってるけど、まだ登録フォロワーがね2500人ぐらいしかいないんですよ。に比べて YouTube はね、まあちょっと力入れてやったっていう部分もありますけど、でもつから7ヶ月で1000人いってて、でしかも Instagram って2500人いても日本人のフォロワーが多分半分いないんじゃないかな、ほとんどが海外の人で、冷やかしいいねとかね、なんかまあちょっとこうインスタ見てて面白いなと思ったやつをもうパッとフォローできるじゃないですか。 YouTube の登録1000人っていうのは、すごく濃い1000人なんですよね。チャンネルアナリティクスって言ってる人は分かると思うんですけど、日本人と海外の人のフォロワーの比率とか見ても YouTube はもう 95% ぐらいが
日本人なんですよ。まあ、国内でのその宣伝効果は他のどの SNS なんかに比べてももう全然あるし、ね、1ヶ月の再生時間で見ると1ヶ月のカレンダーの中に YouTube チャンネルの中で6ヶ月分のいろんな人の時間が詰まってるんですよね。6ヶ月分の人の時間を搾取してるんですよ。それって宣伝ツールとしてはものすごく効率がいい。それを上回るのってなかなかね、こう無料で使える、ウェブツールの中じゃないんじゃないかなと思って、当然うちはホームページも一応ね、お店のホームページがあってブログもありますけど、全然アクセス、まあほったらかしっていうのもねあるんですけど、それに比べたらね、もうすごく優秀な宣伝ツールなので、情報を発信してうちのお店でやってることとか僕のそういうやってることなんかをこう広めていくにはもう本当に一番いいツールだと思うんで、今後もね、もうその広告収入だ云々の前に仕事のね宣伝ツールとして、末永く使っていこうかなと思ってる次第です。これプラスね広告収入入ればそれはまあ嬉しいですけど、あとは僕個人的にはやっぱりこう車の仲間を増やしたい、車好きな人たちとねつながりたいっていうのは大いにあるんで、まあビートル乗ってるから最近割とビートル乗りのね人が、なんかチヤホヤしてくれるんですけど、もっと他のね車も当然好きなんで、まあそういう人とつながる一つの入り口になれば YouTube っていうのはすごくねいいと思うんで、今後ともよろしくお願いします。とりあえずビートルはね、この間のホースがまだ届かなくて、結局ステンレスのメッシュでこういう風にね覆われてるホースにしましたね。早く来ないかな。というわけで今後ともミシンフミのバラッドよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をしてください。ではまた。